はい、どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。こちらのチャンネルでは無課金による無課金のためのプロスピエスをコンセプトにした、無課金ユーザーでも楽しく遊べるように選手の育成、イベントの進め方、ガチャについてなどの解説をしていく動画です。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。すでにチャンネル登録をしていただいている方は高評価もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日なんですが、更新が来ておりまして、2009年日本代表新登場ということで、2006年に続き2009年も14選手来てますので、こちらちょっと見ていきたいと思います。でさらに以前の動画でちょっと予想はしたんですが、見事当たりプロスピエースマンスリー感謝祭第3弾としまして、1人1回限り2009日本代表の S ランク選手1人確定の無料10連スカウトが来ております。これは皆さん絶対引いてください。まあ、これで引かない人はいないと思うんですが、まあ、今日の動画は、まあ、代表14選手の紹介とこの10連引いていこうと思っております。で、まあ、普通のガチャとしては、2006年と引き続き同じような内容で、30連、60連、90連は、S ランク日本代表1人確定と、100連目以降は S ランクが出たら2009年日本代表確定ということになっておりまして、まあ、今回こちらもね、今こちらにあるように代表ミキサーがありますので、自チーム確定はないと。きちーで、通常のスカウトとしては、リア対対戦ピックアップスカウトが来ております。まあ今のこの時期これを引く人はいないでしょう。これを引くエナジーあったら、まあ日本代表引くでしょうっていう形ですね。でプロスピエースのチャンピオンシップの決勝大会が、今週末ありますと。でこれなんですが、予選と、同じような感じで応援大会があるんですが、応援するだけで10エナジーで、応援した選手がこの4つの順位に入りますと、コインがもらえるような形になってます。優勝した人を、予想したら5万コイン、準優勝したら4万コイン、これ2人当てたら9万コイン、えぐない？でベスト4だったら3万、ベスト12だったら1万コインっていう形です。コインはねいくらあってもいいんで、皆さんこれはぜひ絶対やるようにしてください。でまあミキサー来てますと。で今日からのイベントとしましては、エージェントエースが来ております。エージェントエースね、まあこれこの侍ジャパンのやつが、無料で10連 S ランク確定のが引けるんで、こっちのエージェントエースの累計契約書は S ランク契約書ですので、日本代表は出ないような形になっております。エージェントエースについては明日の動画でちょっと紹介しようかなと思っております。でまた明日ですね、3月9日から、まあ本当は3月8日からもう、WBC 始まっておりまして、日本代表の試合は3月9日の19時かとなっております。で侍ジャパンを応援でみんなで見ようということで、芸能人の方であったりとか YouTuber の方だったり、元野球選手の方が YouTuber 配信をやりますので、ぜひ見てくださいと。3月9日から12日に4試合を協力して目標の正解数をクリアすれば後日、はいはいはい、 S ランク1人10連確定スカウトが開催されますと。絶対当ててください。はい、ということで更新が来ておりまして、まずは日本代表14選手見ていこうと思います。では2009年、日本代表1人目オリックス小松選手になっております。小松選手、9位79、制球77、スタミナ77と。で、先発中継ぎ両方エースでいけると。ストレート、スライダー、シュート、カーブ、フォークで、カットボール、チェンジアップ、タイピン切れ、尻上がり、これねー、ちょっとこれだとリアタイだと使いづらいかな。狙いには入らないっていう形ですかね。次、皆さんお待ちかね、イチローになっております。残念ながら中弾道です。ついにライドラ来るんじゃないのかっていうふうに言われていたんですが、またまた中弾道と。ですが、まあ、ミート90、パワー76、走力87と、ポケモンです。でさらに守備、ライトが90、センターが86、捕球90、スローイン87、肩92と、はい、バケモンです。でも守備走塁盗塁普通なんだな。で、特能が
超阿部比リア51位が今回下位になってますね。で一郎ということになっておりましても、これは今回の2009年日本代表ガチの中で一番の狙いですね。星。ソフトバンク杉内9位81制球78スタミナ81と、で称号で9位スタミナ同値が狙える、違う全同値いけるわ、称号で全同値が狙えるステータスとなっておりますね。原突して中継ぎがいけると、でストレート、スライダードロップカーブ、チェンジアップ、カットボール、いやーこれリア対戦えないよな、これバカすか打たれる気がする。でキレ、奪三振、球持ちと、これでタイピンないのはちょっときついっすね。次、ソフトバンクマハラ、抑えの選手で、9位82制球72スタミナ60と、でストレート、カットボール、フォーク、スライダー、中継ぎもいけると、で超豪速球、タイピン、下位、奪三振、タイピンついてるけど、このね球種の数はこれはちょっと戦えん、これは申し訳ないが戦えん。珍しくソフトバンクで欲しい選手はいねえな。で、平成の怪物、松坂大輔ですね。先発型の、9位85制球68スタミナ82と、制球がちょっと低いんですが、球種がストレート、高速スライダー、ドロップカーブ、縦カット、サークルチェンジ、シュート、でツーシーム、でフォーク、でこんだけあるのにさらに、援護丸対タイピンチ回、ジャイロボールと、バケモンです。怪物超えてバケモンです。松坂投手の中では欲しい選手の一人ですね。いやー出てほしい。で、同じく西武、中地もショートでアーチストはだいぶ珍しい。でミート81パワー75走力75と、いやでかいよこれ、ハヤトに変わるかもな。まあスローイングが47がちょっと低めだけど、まあいいんじゃないのかな。で超アーチスト広角、で盗塁、なんで盗塁なんだろうっていう形なんですが、超アーチストと広角ついてるのがかなり強い。でショートでアーチストはまあ強いかな、欲しい選手の一人で、楽天マー君で9位79制球76スタミナ80と、まあ9位スタミナ同値かな称号は。でマー君これもう WBC だからだと思うんですが、中継ぎも原突したら入れられると。でストレート、高速スライダー、高速スライダー、フォーク、シュート、でツーシーム、カットボール、カーブ、チェンジアップと、球種がこんだけあって、さらに援護、対ピンチ、対強打者と、はいバケモンです、バケモンです。21歳、いやーこのねマー君も欲しい。でファイターズ稲葉さんと、ライドラン79、75、69でライトが70、あー裏捨て強いね。で超ライドラ固め打ち代打と、まあ固め打ちで代打の特能がちょっと相はしないけど、まあ強いかな。ただ原突できないから、今回このラインナップの中だとちょっと低めかな。でヤクルト岩村選手、ミート76、パワー79、走力72でライドラと、何年だ、2021年の OB の岩村は持ってるけど、能力値で言ったら昔の方のが高いのかな、2021のやつのが。超広角、ライドラ、回走塁と、いやーちょっとまあ狙いの選手には入らない。でさらにヤクルト青木と、レフト C、ミート85、パワー73、走力82と、まあ能力値は強いし、ミートのバケモンですね、ミートお化け。ただ欲しい選手のリストには入ってこない。で、男村田修一ですね、パワー比のミート80、パワー84、走力56、補給 F はえぐい、ちょっとこれだとね守らせらんない。でパワー比広角、存在感、特能はまあ強いですね。村田個人的に今回のラインナップの中ではいらないかなとは思うけど、ベイスターズやってる人だったら欲しいんじゃないのかなと思いますね。で阪神岩田と、75、72、75で称号なしで9位スタミナ同値で、マー君同様限界突破で中継ぎも入れられると。でムービングファースト、シュート、カットボール、フォーク、スラーブでスローカーブと、でタイピン、切れかい重い球、はいやばい、
これはやばい、リアタイで結構使えると思いますね。当てた方、これはもう煙突コーチ使ってもいいぐらいじゃないのかなと思いますね。 A ランク持ってる人まあいないんじゃないのかな。でジャイアンツ、阿部慎之助と、キャッチャー C のパワーキーミート79、パワー79、走力53と。で称号でミパ A 同値が狙えます。特殊で、キャッチャーも B に乗る感じですね。で補給756、スローイン77、肩72と。で超高額チャンス、保守、まあ特能も強いけど、まあまだ欲しいランクで言ったら真ん中ぐらいかな。でラスト広島の栗原と、でパワーキー、ミート A82 の A、パワー76、走力な64と。まあ低くはないが、裏捨てがね、裏捨てにちょっと難ありかなっていう形ですね。まあ広角ついてるから使えなくはないけど、欲しい人っていうのは多分広島純正かなっていう形ですね。ということで、本日来た2009年日本代表の、14選手紹介させていただきました。まあ欲しい選手で言ったら、イチロー、松坂、中地、マー君、岩田かな。今言った5選手ですね。この5選手が狙いとなっております。ではマンスリーで来た1回限りの無料1人確定10連引いていきたいと思います。いやーマジでお願い、この5選手の中から1人出てほしい。行きたいと思います。自チームオリックスにしまーす。お願い。いやー2枚引きないかこれ。いやおっとこりゃまずいで。イチローよ。うん、佐藤てる。はい、じゃあここ S ランク確定。イチロー、マジイチロー、本当にイチロー。うわー杉内か、一瞬岩田かと思ったー。杉内かー。はい、ということで今回1回限り、うわー S ランク1人確定の10連は杉内でしたね。どうしよう杉内、今回来てるこのガチャ引くかは今めちゃくちゃ悩んでます。今回の動画はちょっとこれで終わろうと思うんですが、ちょっと考えて、こう今1040あるんで、引くんだったら購入30連まで S ランク1人確定のところまでかな。どうしてもイチロー欲しかったら引くかもしれないです。今回皆さんガチャ引いた方、今回の無料10連で S ランク確定があると思うんですが、そちらで誰が出たでしょうか、狙いの選手出たでしょうか。イチロー引いた方は、コメント書かないでください、メンタルやられそうなんで。はい、ということで本日は、本日から来た2009年日本代表についてちょっと動画を上げさせていただきました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。